はい、山寺です。今ですね、西成に来ております。これからですね、金ちゃんね、再訪問します。以前ね、あのお好み焼きね、めちゃくちゃ美味しくてね、お好み焼きを食べたんですけども、今回もね、ちょっとね、お好み焼きも食べたいし、何か他にもちょっと食べたいなと思うんで、金ちゃん再訪問にやってきました。では行ってみたいと思います。はい、山芋ふわふわ金ちゃん特製お好み焼き焼きそば、いいですね。香りしてますわ、もう外からね。ではこちらでちょっとまたね、再訪問で食べてみたいと思います。まずはですね、イチコの水割りをいただきたいと思います。いただきます。うまい、濃いめ、やっぱここはね、濃いめですわ。なかなか濃いパンチのある水割りですよ。漬けマグロ、わさびをつけて、このままね、醤油もつけんと食べてくださいと。まあ、それはつけてあるから、このままいただきますよ。あ、美味しいですね。うん、しっかり味がついて、ね、染み込んで美味しい。これね、豚玉600円、ちょっと1個食べちゃったんですけどね、山寺がね、ちょっとこれ入れますよ。よいしょ、うまそうでしょう。ちょっとね、これはちょっとほんまにこのままいただきますわ。うわっ、うん、めちゃめちゃね、ふわふわのお好み焼きですわ。看板に書いてましたよね、山芋が入った、たっぷり入ってふわふわのお好み焼きそのものです。で、キャベツもね、あの、なんていうの、食べ切りの千切りじゃなくて、もっと細かくみじん切りにしたね、キャベツがたっぷり入ってるんで、すごい食べやすい、軽い。うん、はい、次またね、マグロの漬けに帰ってきました。わさびを乗せて、くるっとこうね、巻いて、よいしょ、いただきます。しっかりね、あの、使ったマグロですわ。見た感じね、そんな使ってるように見えへんねんけど、しっかり使ってますよ。バッチリですわ、お酒の魚にぴったり。今度わさびなしでいってみましょうか。あ、これはこれで美味しいけど、やっぱりちょっとわさびつけた方がね、いいですね。なんか若干のこの刺激は必要だと思いますわ。うまいわ。今度はお好み。美味しいな。ちょっと出しますんで、はい、ありがとうございます。うまい。山田さん、うちん子が出産するんで、はい、出産へはお願いします。はい、何かの方で、もう生まれそうですね。もう男から生まれるという。2杯目の焼酎です。2杯目です。二階堂、うまい。ここの店ほんまにいいですよ。皆さん、金ちゃん、あの、ぜひ来てください。ちょっとね、ディープな感じもするけど、全然ね、店員さん面白い方ばっかりでね、フレンドリーですんで、あの、来てみてください。まあ、あの、撮影とか写真とかはやっぱちょっと一応許可も持ってくださいね。あの、お客さんにちょっとね、あの、悪いんでね、申し訳ないんであれやけども、まあ、撮られる方はね、まあ、普通に食べられる方は全然食べてくださいよ。ここはほんまにいいですよ。お好み焼きね、一押し。もう山寺ね、前回もそうやったけど、ここのお好み焼きはね、めちゃくちゃ美味しいって。で、あの、
次に、ね、漬けマグロも美味しい、うん、いやもうおすすめいたしますわ、ほんまにほんまにおすすめしますから間違いない。じゃあちょっとねお店の方がハラミ焼きをちょっと食べてみてくださいということでね試食でいただきました。これも名物なんですかやっぱり。ああちょっと違う、あ分かりました、ちょっといただきます。うまっ。あここのハラミ焼きね、あのそんな硬くないね、でめっちゃ美味しいわ。これタレも美味しいですね、これタレも自慢やと思いますわ、かなり美味しい。ここのハラミ焼きこれはねちょっと見本でいただいたんで、もうちょっと量はあるんですけどね、普通は試食でいただいたんで、これはね美味しいわ皆さん。うん、あこれうまい。ちょっとのこのタレでね、多分このキャベツも美味しいと思うんでね、ちょっと野菜のとこキャベツも食べてみますけど、言うことないですわ、うまい、うまい、うん。でこれね、ここのね店長さんがこの林ライスのルーね、ルーだけちょっとできたんで味見で食べてみてくださいって、なんかここの結構ね自慢というか名物らしいんですよ、週1回しか作らないということでね、ちょっと食べてみますよ。これもちょっとほんまに肉もたっぷり入って、玉ねぎもたっぷりで、いただきますね。めっちゃ美味しいよこれ。あれこれすっごいお肉の出汁も効いてて、うん、これほんまにかなり美味しいですよ。何これ、あ、うん、肉も柔らかくてね、玉ねぎの甘みが出てて、これはほんまに美味しいわ。これご飯かけたら絶対美味しいよ皆さん。うん、あ、お店がねおすすめすることだけのことある、かなり美味しいわほんまに。ビーフシチューも好きやけど、そのビーフシチュー以上にこれうまいわこれ、うん、あこれもう、はい、味噌ちゃんぽんが来ました。これはねちょっと見てください、これうわうまそうやな。もうこれ乗ってるこれ野菜がもうねちゃんぽんですね、なんでやねんみたいな、いやほんまに、うわ具だくさん具だくさん、うわしかもちゃんぽん麺はちゃんとしたね、ちゃんとしたちゃんぽん麺っておかしいけども、普通ねちゃんぽんって言うてもこういう太麺使うとこってなかなか少ないこともなく、まあ少ないですよ、たまにね細い麺使ってるとこもあるから、これぞほんまにちゃんぽん麺ですわ。ちょっといただきますわ。これはかなり美味しいわ。スープもいただきます。うまい、うん、ちょっとね濃いめのスープですけどね、味噌の味がねしっかりして、野菜も多いしね、うまいわ、うん、これぞ味噌ちゃんぽん、うん、締めにちょうどいい。でもねここね実はこのちゃんぽんも美味しいんやけどね、玉丼もおすすめらしいんですよね、うん、あーうまい。はい今ですね金ちゃんでお好み焼きとかねいろいろ食べてきましたよ。ここね、あのねお好み焼きもめちゃくちゃ美味しいしね、漬けマグロも美味しかったでね、あのね、味噌ちゃんぽんもおすすめですわ。もう美味しかったね、お腹パンパカリになりましたわ。ということです、もしよろしければね山寺の YouTube のチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それといつもね私の YouTube を見ていただいている視聴者の方々本当に感謝しております、ありがとうございます、お疲れ様でした。